ダイエットは成功したということですね、はい、勉強ですよ勉強。それがね本格的にやらないといけないんで、年内には行かなかった場合とも行った場合とかもね。そうですね、いや行かなかったら社長に会うとか。そうだよ、はい、もう酔っ払って大変なことになってますけど、ちょっと全然、はい、現在、はい、旅行中ですけども、はい、まあ、あの研修ですね、社内研修、社内研修、はい、大丈夫なのか分かんない、まあ、今日は久しぶりにご飯をね、はい、食べて、そうですね、この3ヶ月の間で2回目ですね、はい、あ、3ヶ月2回目のご飯、2回目です、はいはい、前回はあのお酒飲みすぎて途中で記憶がなくなっているので、ちゃんと記憶がある状態で食べたのはなるほど、初めてです。あ、すごい久しぶりで、結局、はい、まあどれだけ痩せたのかをね、まずは、あ、そうですね、ダイエット企画もやってたんで、サブちゃんの方で回ってましたけど、数ヶ月動かずに、しかもダイエット始めますって言って一時期それも太ってしまった僕でしたが、はい、なんとか6月24日から2ヶ月経って25キロぐらい痩せまして、はい、で今が9月の17なんですね、17日でマイナス29キロ。おお、はい、マイナス29、121から91、2をさまよってます。なるほど、そこまで下げたわけですね。はい、91、2で、はい、でもうこの絶食ダイエット終わりということですか。あ、絶食はまだ続いては基本的に、ね、続いてるんですね。ただあの会食とか食べたいときはちゃんとこう事前に薬を整えたら食べてもいいですよ。なるほど、はい、感じで。いやもう全然ね、今度だってもう食べていくものが減らないから、すごい速度の遅さで食べてましたけど、今日の食事最初から全部出してほしかったですまあ一個ずつこうね出てってどんどんまだあるか、まだあるみたいな。伊勢海老食べたかった。ああ確かに、あれがあるなら牛肉、そうですね、そう抑えてあげたかったです。はい、いやまあまあ、じゃあまあダイエットは成功したということですね、はい、そうですね、あの目標の体重が85キロなんで、はい、あ、じゃあまだ続く、あと6キロぐらいあるんですけど、はい、まあ一応その食べないダイエットの目標はクリアしました。なるほど、はい、そしたら一応95キロなんで、はいはい、はい、でこれからちょっと筋トレしながら痩せていこうかなと、はい、でも勉強ですよ勉強。それがね課題です。課題です、課題ですって。いや飲んでる場合じゃない課題やっぱですね、はい、あの通常仕事とかで頭たか、はい、まあ、使ったりするじゃないですか、はい、食べないと、うん、注射と薬やってたんですけど、はい、注射と薬やってたらなんかやばいやつみたいになるからそうじゃない、あの、まあ、薬はご存知の人も多いんですけど、リベルサスってやつだったんですけど、はい、これが糖尿病患者の人も飲んでる薬で、はい、まあ、それ使ってたんですけども、はい、なかなかその体の体調が悪くなりすぎて、はい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 、ヘロヘロになってしまってたんですね、はいはいはい、でそれをやめても、うん、まあ、基本的にそれはあの交互用の2割を占めるものなんで、まあ、8割は注射、はいはいはい、GIP と GLP-1 の混合注射ってやつを打ってたんですけども、まあ、だからそれをやめて何飲んでるの？酒の音がしてる、はい、あの、まあ、結局そのリベラサスやめても胃がんで体重減っていったので、はいはい、まあ、そこからちょっと体重戻していったんですが、はい、英語を勉強するっていう気力、体力、モチベーションなかなか上がらずに、はい、だから今日はお酒飲んでるんでテンション上がってるんで、まあ、勉強の一環で今モデルチャンネルに行きます。勉強の一環じゃないそうね、ただまあこれからは食べて運動する形になるので、はい、また勉強を開始するモチベーションは出てきてました。あ、なるほど。あのトイックを受けた6月25日が僕のダイエット1日目だったんで、はい、まあ、ダイエットと引き換えに英語の勉強を手放しました。いやダメダメ、終わったからトイックの勉強がまた入ってきたっていう入ってきてまだ始めてないいやもうこれを機にやりますこれを機に、はい、ちゃんと指導するよな、俺のことな。指導するよ、指導者側になんでそんな言ってるんですか。ちょっともう、はい、するよな、ちゃんと指導します。松村さんの先生がいるってことですね。そうですね、ごめん480万倍とかもしれない。文法だけは95%、文法だけはめちゃくちゃできてる、はい、まあ、リスニングですね、はい、いや、じゃあちょっともうここから本当にちょっと本格的にやらないといけないんで、年内にはトイック目標発表ですね。もうそうですね、年内、じゃあ年内に、はい、600、どうか低い、いや、あの低いリスニングがいければ多分700はいくと思うんですよね、うん、毎日切りください。それも毎日、それはい、700、じゃあ700、やっぱ800を目指して750超え、なんでその総計目指してマーチまで届きましたみたいなそうですね、じゃあ確かに
いやもうこれもでも決めなきゃいけないですから、す、ね、行かなかった場合とも行った場合とかもね。そうですね、行かなかったら120キロまでまた太ります、ね、それは無理だ、それは無理だ。イエーイじゃねえよ、お前のリアクションおかしいだろ。違うから。そうですね、何がいいですかね。いや行かなかったら社長に会うとか。いや会ってくださらないと思うんですけどね。これでもう絶対やらなきゃいけないからって。いや酔いが覚めちゃう。酔いが覚めちゃう。もう ゲリラ的に収録の時にもう入ってた。そうそう、でまあ、10月のそもそもだってもう終わってるんじゃない。12月に受けようと思いますね。いやいや、もう受けておかないと、慣れておかないとやばいです。ちょっとあの申し込んどいて。これえ、もう29のやつって終わってましたっけ。じゃあ10月、じゃあ11月、もう10、全部やった方がいいです。10月、29、11月、12月と3つありますよね。そう、29はまだ申し込めます。申し込んだ。僕も申し込んだ。いや僕も知らんよ。10月29、そして11月19日、そして12月10日ということになります。3回のチャンスがありますので、まあ離れも3回で700。じゃあ達成した時のね、褒美ですよ、はい、サムネトイック行かなかったらあいつに会うですから、もうサムネ。この嫌がり方。いや、嫌がり方というか、その僕は全然、ね、うん、お会いしたいですけど、うん、まあ、会う価値があちらにあるのか、メリットがあるのか、ね、じゃあ到達したら、そう、到達した側、そっちもない、褒美側も浮かばない。モイゼツイングリッシュチャンネル1ヶ月僕がジャックする。もうそのままチャンネルが終わりそうや。大丈夫かな。いやいや、30ネタもないでしょ。ない、ないです。そうそう、30ネタもないでしょ。じゃあまあ、1日でいい。1日じゃ普段と変わらない。じゃあ3日。そうですね。まあ、企画をちょっと募集してもいいかもしれないですね。そうですね。なんか皆さん、これやってほしいとか、なんかあればですね。はい。ダメだった場合と、そしてできた場合はこれを、はい、え、したいこととかないんですか。したいことはバンジー。あ、バンジージャンプ。いや、それは忘れんねや。藤川そばとグランピングしたい。ランピング、グランピング。あ、グランピングですね、はい、多分グランピング知らない人が。キャンプしたいです。それ罰ゲームかな。いやいやいや、小場翔さんとキャンプ。あ、僕はしたいですけど、小場翔さんが了承いただけないかと。そうですね、誰かが関わると誰かの了承が必要から面倒ですね。そうですね。なんかできる、もっと簡単なことがあればいいんですけどね。じゃあちょっと森田先生に頼んで、はい、そういう先生に顔をいじってもらう、はい、なるほど。はあ、それはまた手術中の動画も公開 OK。 おろろろろ、分かんないですけど、なんか需要があるのか分かんないですけど、なるほど。どういうふうに、なんか逆にそのビジネスパーソンがこういう整形した方がいいよみたい な、はい、なんかオファーがあれば、はい、それを受けてみるみたいな。なるほど、それいいんじゃないですか。ソイさんにじゃあまあその掛け合いをしていただくみたいな。わかりました。どこを直したいん、まあ、すごい痩せましたけど、はい、いっぱいあるんですけど、あえて言うならやめろ、使えない話をするな。いきなりやめろ、使えなくなるから。もう広げないで、カットめんどくさいんだから。日焼けによるシミとかがあるんで、あ、シミはちょっと気になってますし、目の大きさが左右違ったりするんで、はいはいはい、まあ、それもちょっと相談したいと思ってます。なるほど。痩せたら意外と目が開いたんで、でもやっぱプロの目線から、なるほど、カウンセリングも来てみたいな、ね、松原さんだってね、お父さんとかは背も高いし、すごい痩せてるんですよ。そうですね、顔も違う気がします。すごいイケメンで、そう、昔からね言われてたんですもん。そうそう、お前はどうせ橋の下拾えないのって友達に言われてました。女性めっちゃ高い、182か3ぐらいですね。で体重が68とか。へえ、ほら頑張って。そうですね。じゃあ分かりました。今のところまあ罰ゲームはかなり辛いものになってますんで、他のね案をあったら、はい、ぜひともコメント欄に書いていただきまして、はい、分かりました。はい、じゃあ飲みましょうか。そうですね、まあ、ぜひ飲んでいただいて、私はその間にこれ編集してますから。編集中出さないといけないです。ほぼほぼノーカットでやろうと思ってたのに、もう使えない話いっぱいするんだもん。じゃあまた頑張ります。はい、ダイエットは終わりです。ここからいよいよトイック、トイックやっていきますので、はい、ここからいきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オッケーです。でもこんなん大丈夫ですか。ちょっとやばいな。